もう意味わからんと思われてもどうでもいいんです。なんでかっていうと、この話をした方がメンバーの方が成果を出し始めたからです。最初の3ヶ月4ヶ月はテクニックの話をしました。1月に始まったのかな、1月から4月5月まではこういうふうなスキルがあるとクライアント取れるようになるよみたいなことを言いました。実際取れる、でも誰も取れなかったですね、振り返ってみるとね、けれども5月かな6月ぐらいにこういう話に切り替えました。どうあるべきか、どう取り組むべきか。そうすると初月から本当に嘘みたいですよ、ようわからんのに契約になりましたっていう方がブワーって出てきたんです。成果のところはようわからんけれども君と一緒に仕事をしたいんだ、そっちです。で話が、まあ、いろんなところに戻っていきますけど、ダイレクトレスポンスを知らないのにうまくいってる方の方が多いんです。これ当たり前ですけど、三段論法でも何でもいいですけど、だってダイレクトレスポンスを知らない方の方が世の中に多いわけですよ。世の中のほとんど全ての社長ダイレクトレスポンス知りません。でもお金稼いで入ります。なぜか、それは100を1000にする努力をしたからですよね。そうしてくれるのは情熱かもしれません、執念かもしれません、技術かもしれません。だからテクニックじゃないんです、スキルとかテクニックとかじゃないんです、情熱なんですよ。でそれがいつ来るか分かりません。例えば職人さんっていうのもすごくなんかね、稼いでるとか、もう世界に一人しかいない職人さんと2位の職人さんの技術力は、例えばこの1ミクロンかどうこうみたいな話とかね、技術の差はね本当になんか 0.1 ミクロンと 0.2 ミクロンみたいな技術の差なんですよ、世の中は。そしてそれは何がすごいかというと、 0.2 を 0.1 にできたからといって稼げるかどうかはその時点でわからないわけです。けれどもその方たちはこの技術を磨けば磨くほど社会に価値が提供できるんだって言って、ただひたすらそれを磨いたんですね。その日が来るかどうかもしれないのに、でたまたま来てるだけです。っていうふうに、今世の中で成果を出されてる方は金儲けがうまいから出てるんじゃないんです。圧倒的な情熱と執念、そして社会に対する責任感によって、その方がたまたま社会生きてる時に認められました。死んでから認められる方もたくさんいらっしゃいます。認められない方もいらっしゃいます。でこれはもう、あもうこいつ完全に変なこと言うたと思って聞いてもらっていいです。その方は来世豊かです。今世は苦しかったかもしれないけど来世豊かです。もう少し言うと、今世社会から奪い続けたやつは来世かしんどいです。事実かどうかは知らないです、でもそう思えば頑張れます。